a book critic writes about Hovercraft book Buddha as follows. Ancient Persian inscriptions link a Babylonian king to the man who became Buddha. Dramatic evidence had revealed the presence of Siddhartha Gautama, the man who became Buddha, as far west as Persia. Family season records found at Persepolis, the ancient capital of the 4th Persian Emperor, Darius the Great, have been identified and associated with the names of Siddhartha Gautama and his father, Suddhana Gautama. According to analysis of some seals found among the collection of important seals in Persepolis, the Persian capital of Emperor Darius I are purported to the Gautama family. That is to say that the Persepolis seals identified royals and other important personages within the Persian ruling sphere. Gautama was the name of the royal family of the Saka Kingdom. Here I, Hiroshi Hayashi, show you in this video two Buddha theory. One is Father Buddha and another one is his son Buddha. ハーヴェイ・クラフトの研究によれば次のようにあります。古代ペルシャの碑文によりバビロニアの王とブッダになった男がつながったというのです。シッダルタ・ゴータマ、つまり彼はブッダになったのだが、その存在を示す劇的な証拠が遠く西のペルシャで明らかになったとです。ペルセポリスで見つかったファミリー印象及び記録によれば、第4ペルシャ皇帝のダリウス大王がシッダルタ・ゴータマとブッダの父親のストダーナ・ゴータマという名前と認識され、かつ関係していることが分かったというのです。これでペルセポリスの印象により、王族及び他のペルシャの支配地域の重要な人物が明らかになりました。ゴータマは釈迦王国の王族家族の名前だったというのです。ここで言うゴータマは釈迦族、つまり釈迦族、つまりスキタイ人の別名でした。ブッダ二人説です。一人はストダーナ、もう一人は息子のセタアルタ、つまりシッダルタ、つまり宇宙の真理の解放者です。広志林、浜松シティジャパン。今ご覧いただいているブッダ像は、一般には苦行中のブッダと呼ばれているそうですが、これはブッダではなくて父親のストーダーナ・ガウタマということになります。ストーダーナ・ゴータマはダリウス一世の策略にかかり、ペルシャを追われ現在のネパールのルンビニあたりまでやってきました。そしてその息子が仏教を広めたということになります。今ご覧いただいている像が苦行中のブッダということになりますが、人間らしからぬ様相風貌をしている点に注意してください。異様に細い足ということになります。まあ、つまりは人間の足ではないのではないかということになりますが、それはさておき、このブッダ像、つまり苦行中のブッダ像と大変よく似た像の
絵をですね、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが表現しています。右は、まあ、人間の骨格ということになりますが、骨の位置、形がずれているように思います。これはまあ像ですから、そのような違いに表現されているということになりますが、右のダ・ヴィンチの描いたスケッチ画と比較してみてください。脇の下に奇妙な剣が走っているのがわかります。人間にもないわけではありませんが、しかしこのように明確ではありません。まあ、そうした剣の位置、形もよく似ているということですね。なぜダ・ヴィンチなる芸術家はですね、右のようなスケッチ画を残したかということにつきましては、また別のところで論ずることにして、要するに左の苦行中のブッダ像はですね、正確に、まあ、ブッダの様子、骨格を表現しているということになるのではないでしょうか。まあ、その点から考えてもですね、左の苦行中のブッダ像と呼ばれているブッダは、まあ、普通の人間ではなかったということになります。右のダ・ヴィンチなる画家が描いたスケッチ画に描かれている、まあ、人間らしき人物は、これは人間ではありません。首の下からの頸椎が13椎あり、そして首の付け根からですね、肩にかけて人間にはない腱が走っています。人間は7椎です。そしてこのような腱はありません。そして同じような人物をダ・ヴィンチなる画家はですね、セント・ジェロームと題して表現しています。そのセント・ジェロームの骨格と左の苦行中のブッダ像と言われている仏像の骨格が大変よく似ています。まあ、これをどのように解釈したらよいかということになりますが、つまりは左の苦行中のブッダ像に表現されているブッダはハイブリッド種の人間種ではなかったかと私林浩司は考えています。で、このブッダが実はセント・アポリナーレ・ヌーボー聖堂のモザイク画に表現されています。向かって右側、先頭に立っているのが私林浩司はブッダ、すなわちブッダの父親のストダナ・ゴウタマであると判断しています。2番目がカンブセス2世ですね。そして3番目、一番左がダリウス1世ということになります。大変ひげの濃い、ひげを自慢にしていた王と言われています。顔、表情、ひげ、そして衣服の模様も他のダリウス1世のそれと一致しています。The one on the left is Darius the First. It matches the face and appearance of the statues that remain in Persepolis. The person on the right, who is at the forefront, is Stodana Gaumata, and his Nepalese name is Stodana Gautama. This is that person, or father of Siddhartha Gautama,now whom we may call Buddha. The face of this person matches the face of Stodana Gautama of Gandhara statues. Please compare the appearance of his beard carefully. Then, from the right, the characters depicted in this mosaic picture are Stodana Gautama, Cambyses II in the center,and Darius the First in the third. These are the three successors of Kyrus the First, the first king of Persia, who are lined up in order. The Stodana in this mosaic picture was Magi, or Babylon's highest ranking stargazer. And another name of his is Zoroaster.このモザイク画の中には3人の人物が描かれています。この3人の人物のうち一番左側にいる人物はダリウス1世です。ペルセポリスに残る
ダリウス一世の像の顔、様子と一致します。また一番右の先頭に立っている人物はストーダーナ・ガウマタ、ネパール名ストーダーナ・ゴータマです。私たちがブッダ、繰り返します、ブッダと呼んでいるその人物の父親です。この人物の顔とガンダーラ仏のストーダーナ・ゴータマの顔が一致します。ヒゲの様子を注意して比較してみてください。となると、このモザイク画の中に描かれている3人の人物は、右からストーダーナ・ゴータマ、すなわちブッダの父親、中央がカンビュセス2世、そして3番目がダリウス1世ということになります。ペルシャ初代の王キュロス1世の3人の後継者が順に並んでいることになります。なお、このモザイク画の中のストーダーナ・ゴータマはバビロンの最高官位のスターゲイザー、星見る人、すなわちマギでした。そしてそのストーダーナ・ゴータマの別名があのゾロアスター、ゾロアスターだったのです。ヒロシ・ハヤシ、ハメマツシティ・ジャパン。現在このモザイク画はイエスの誕生の時に書きつけた3人のマギということになっていますが、実はそうではなくて、ミトラが母アナヒーターの処女解体によって12月25日ゾラスター教の当時祭の日に生まれた時に駆けつけた3人ということになります。その証拠の一つに台座のところを注意深くご覧ください。ここには松明を中央に置いて、左右に僧侶あるいは神官らしき人物がその松明に対して何やら神事を行っている様子であることがわかります。つまりゾロアスター教の神事を執り行っていることがわかります。こうしてストーダーナ・ゴータマ、つまり苦行中のブッダとペルシャがつながります。これがブッダ像であるならですね、いわゆるシッダータ・ゴータマであるなら、ゾラスター教の神事など執り行うはずがありません。なお、ハーヴェイ・クラフト氏はですね、自称ブッダの中で、世界最古のブッダの絵と言われているものを紹介しています。ここに描かれているブッダは、私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマではなくて、父親のストーダーナ・ゴータマということになります。そしてその頭の周辺をですね、光輪が飾っています。この光輪の模様に注意してください。ここに描かれているのは松明ということになります。右はテルン、サーン、欧州原子核機構の、門に飾られているシバ神の像に表現されている松明です。形が酷似しています。つまりこのような形で、ブッダ、シバ、そしてゾラスター教が一本の線でつながるということになります。そのシバ氏についての動画は別のところで紹介しました。で、話を戻しますが、ブッダは2人いました。1人は父親のストーダーナ・ゴータマ、そしてその死を通じて仏教を広めたシッダルタ・ゴータマ、またの名をセッダ・アルタ・ゴータマ、つまり宇宙の真理の解放者ということになります。一連の動画の中でそれについて詳しく説明します。 Bye for now。
This article writes about ancient Greek Buddhism as follows. Ancient Greek Buddhism is highlighted by two main points, the sculptural depiction of the Buddha and the textual report on King Menandros becoming a Buddhist adept. And then it's also right that 26 Greek kings after Menandros were Buddhist until the demise of the Indo-Greek kingdom in the year zero. この論文によればですね、古代ギリシャの王たちは仏教に改宗していたというのです。証拠は彫刻と文献だそうです。そしてメナンドロス王の後の26人のギリシャの王は紀元前0年までにインド・ギリシャ王国が終焉するまで仏教徒だったというのです。これは大変驚くべき事実ということになります。広瀬やし、浜松市、ジャパン。論文の中に紹介されているレリーフ、彫刻について簡単に説明しておきます。アジアにおける古代ギリシャの仏教時代、紀元前2世紀以前は、ブッダは彼の足跡、車輪または仏塔などによって描かれていました。この像ではコリント式の柱でヘレニズム様式の仏塔を囲む神々が表現されています。二番目の写真はシッダルタ・ゴータマがブッダになるというその転換期、つまり出家の様子を表現したものです。つまり棍棒を手にした最強のヘラクレスを左側、都市の守護者であるティチェが右側にいますが、ブッダは悟りを求めて家族の住む宮殿を後にしました。3番目の写真について、アポロの再臨としてのブッダの像です。棍棒を持ったヘラクレスも描かれていますが、ヘラクレスが後のマイトレイヤーになります。またティチェも横に並んで描かれています。ティチェがこの神になります。4番目の写真について、この彫刻の中ではブッダはアポロが着ているようなヘレニズム用の衣服、トガを着て立っています。5番目の写真は原始マハヤナと呼ばれるものを説明したものです。ハスの花の上に座ったブッダが表現されています。ブッダの左側にマハヤマが表現され、右側にヘラクレスの髪の毛を持ったマイトレーヤーがその左に表現されています。また右側のボディサッパは東洋のターバンを頭に巻いています。以上、ギリシャ語からの直訳英文ということで分かりにくいところがありましたが、最大公約数的に翻訳してみました。が、実は今日のポイントはここではありません。ギリシャに仏教が伝わっていたという事実、そしてもう一つはこの論文の中にヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレスという神の名前が出てきたことです。このヘラクレスという神がブッダ二人説を裏付ける重要な根拠となりました。
ヘロドトゥスの歴史 Book 5に書かれている内容を皆さんと一緒に読んでみたいと思います。できるだけ原文に忠実に直訳的に翻訳しました。ベヒスツン碑文によれば、その略奪者の真の名前はガウマタであったことがわかります。つまりガウマタというのは一般に知られているような僧侶ではなく、マギアン、つまり古代ペルシャのマギ教徒、つまり一般にはザラスター教としてよく知られているマギ教徒であったということになります。つまりガウマタはマギのメディオ族、英文の方では The Medio Tribe of the Magi となっています。であったということです。ガウマタは王座を狙うためにバルディア、つまりキュルス一世の息子のカンピュセスの弟のスメルディスになりすましました。その頃、その地域一帯では、そのカンピュセスの狂った圧政に人々は飽き飽きしていたので、スメルディスになりすましたガウマタを王として歓喜でもって受け入れました。が、ガウマタはペルシア人に反抗して、メディアンとその彼らの信仰に身を寄せることで、つまりはペルシア人を裏切ることになってしまいました。この行為がガウマタへの不信感を募らせたわけですけれども、その不信感は十分だったということになります。そしてガウマタ自身もヘロドトスが書いた歴史によれば、プレクサスペスという人物によって裏切られます。これらの記述内容から、ガウマタがカンピュセスの弟ではなく、スメルディスという、まあ、偽の名前を語っていた人物であることがわかります。そしてこのことが、ダリウスを長とする7人の高貴なペルシャの長老を挑発するところとなりました。この説話は多くの他の説話のように言葉の遊びが基本になっています。例えばマグスという言葉がありますが、それはペルシャの言葉でマギ教徒を意味しますが、そのマグスには耳がないと人々に言われるようになったりしました。つまりマギ教徒には耳がないと言われ、からかわれるようになったというわけです。後世になってマグスという名前は、つまりマギ教徒のことになりますが、マギ教徒たちは人の話を聞かないから耳がないと、まあ、つまりは揶揄されるようになったというわけです。そしてそのことから、言葉による教えに従わないというところから、マギ教徒を耳がない人と呼ぶようになったというわけです。今日の本誌に関係ない部分については、省略させていただきました。もう一度最初から分かりやすく説明します。これがベヒスツン山に残る、つまりレリーフということになります。その上下にですね、碑文が書かれています。まあ歴史が書かれているわけですね。今左に現れた、まあ、人物がですね、大柄の人物、これがダリウス一世ということになります。で、そのダリウス一世がですね、ベヒスツン山の山の中腹に表現されているということになります。今皆さんはですね、ベヒスツン山のそのダリウスの碑文のあるところへ案内します。まあ、バビロンの近くということになるわけですね。カスピ海に通ずる、まあ、街道沿いに、まあ、そのベヒスツン山があるということになります。で、このバビロンとルンビニと、それから下ペルセポリスはこのような位置関係にあります。ダリウス一世はですね、
ペルセポリスに紀元前ですね、520年に即位します。で、そのペヒスス山ですけども、まあ、こんなところにですね、そのダリウス一世の碑文が彫り込まれていたということになります。まあ、地上からですね、約150メートルの位置にあると言われています。まあ、ちょっと見えますかねというところなんですけども、こんなところにですね、まあ、つまりは碑文を彫り込んだということになります。まあ、誰にもいわゆる邪魔されないと言いますかね、破壊されない位置に、場所にですね、このような碑文を彫り込んだということになるわけですけども、先ほど言いましたように、このレリーフを見ていただきたいんですけども、左に大柄の人物、ひげの濃い人物が書かれてますけども、これがダリウス一世です。このひげはですね、後から付け足されたようです。ダリウスがですね、この像を見て気に入らなくてですね、それでまあ、ひげを後から付け足したというふうに言われています。これがダリウス一世です。つまり、キュルス一世の後ですね、カンピュセス二世が後を継いだわけですけども、そのカンピュセス王を倒してですね、エジプト遠征の折に倒して、そして蔵についたダリウス一世ということになります。しかし、一人目障りな人間がいたわけですね。それがガウマタということになります。まあ、バビロンの最高官位の、まあ、つまりはスターゲイザーであったと思われます。ガウマタです。で、その、この碑文によればですね、ダリウスはですね、ガウマタを倒して、そして蔵についたということになります。なぜそのガウマタを倒したかというとですね、つまりスメルティス、カンピュセス2世のですね、弟のスメルティスになりすましてですね、王座に就こうとした不届きな奴だから、まあ、このようにして代理して自分が蔵についたということを、まあ、正当化するためにですね、このようなレリーフを作ったということになるわけです。で、ここに表現されている、まあ、水色の枠で囲われた人物がですね、ストダナガウマタであるということはですね、つまりはガウマタはサカ族の長であった、王であったということから、私、林博士は、まあ、そのように判断しました。で、もう一つ、まあ、詳しく説明しますけども、バビロンですね、まあ、マルドクを主神とする、まあ、バビロンです。エヌマ・エリシで表現されているバビロンです。そのバビロンをですね、まあ、つまりペルシャをですね、一帯をですね、最初に初代征服して王位についたのが、つまりはキュルス一世ということになります。そしてキュルス一世はですね、バビロンに、まあ、居城を構えると言いますか、バビロンに住むわけですよね。で、そのバビロンでですね、そのキュルス一世と子供、息子のですね、カンピュセス2世がですね、一緒にこう、もう出ている様子がですね、遠投印象として残っています。まあ、そういうところなんですね。で、そのバビロンの最高官位のスターゲイザーがガウマタということになるわけです。つまり、神と自由に対話ができる人という意味なんですけどもね、いわゆるまあ半神半人の、つまりはデミゴッドであったと思われます。ですから、体がですね、まあ2メートル近く、1メートル80センチ近くあったものと思われます。周りにいる人たちは、まあ、普通の人間ということになるわけですね。この一番向かって右側に、まあ、三角帽子、とがった帽子をかぶっている人物に注意してください。これはですね、サカ族、なわち、スキタイ人の、まあ、帽子ということになります。つまり、このような形でですね、ダリウスは、まあ、その、ゴータマ一族をですね、退治して、蔵についたというわけです。まあ、実際には、ゴータマはですね、このダリウスの追い打ち、約2年間追い打ちをかけるわけですけども、追い打ちを逃れて現在のネパールのルンビニあたりへ逃げたということになるわけです。まあ、ですからこのレリーフによればですね、ダリウスはゴーマタをですね、不届きなやつだと、スメルティスになりすましてね、王座に就こうとした悪党だということで、まあ、ダリウスが退治したということで、自分の行為を、といいますか自分の王座をですね、正当化したということになるわけです。で、左がダリウスです。で、この四角で仰向けに倒れている人物が、つまりはガウマタということになるわけですね。まあ、ガウマタ、ペルシャ名ガウマタです。そして、まあ、ネパール名ゴーマタとなります。ストダーナゴーマタということになるわけですね。で、このケンブリッジ大学のこの本によればですね、つまりは先ほども、まあ、皆さんに説明しましたようにですね、まあ、そのヘルズツスの歴史という本を元にしているわけですよね。そして、そのヘルドゥトゥスの、まあ、ギリシャの歴史から、まあ、世界でも最初、世界最初の歴史書と言われている歴史という本を書くわけですけども、その歴史はですね、まあ、このダリウスに関しての文はですね、
ベヒス寸断の碑文を元にして書かれているということです。内容が同じというところからそのように判断されています。つまりですね、ヘルドゥツスもですね、この歴史の中でつまりゴーマタをですね、悪党として描いていると言いますかね、ダリウス側の一方的な説明をですね、そのまま受け入れて、まあ、つまりは歴史を書いたということになるわけです。で、その部分に出てくるわけですけども、ゴーマタはただ単なるプリストではなくてですね、マギとなるわけです。マギ族、マギということは、メイジアンって言うんですけどね、英語では。メイジアンだというわけです。つまり、メイジアンというのはですね、マギを信仰する、まあ、単体ということになるわけですね。マギ教、すなわち、まあ、ゾラスターによって広められたので、一方ではゾラスター教とも呼ばれています。あるいは、ゾラスターがね、別の地域ではザラスストラになるわけです。ドイツ語でツァーストラというのはその神を言うわけですけども、では、そのザラスストラとか、ゾラスターという名前がですね、この碑文の中にあるかというと、実はないんですね。つまり、ここにある碑文によればですね、まあ、その、マギ、すなわち、ここが重要ですけども、マギ、ガウマタということになるわけです。分かっていただけますかね。ここが重要です。つまり、私たちは一般にゾラスター教と言ってますけども、その、まあ、ゾラスターがですね、ある地域でマギ教をですね、広めるにあたって、その指導者がゾラスターであったがゆえにですね、ゾラスター教と呼ばれるようになったということだけなんですよね。つまり、大元のベヒス寸断のこの碑文の中にはですね、ゾラスターという名前はどこにもないということです。ここが重要です。これをですね、皆さんにお伝えしたくて、この部分を、まあ、この、あまあ、その、ケンブリッジ大学で発行したこの部分を引用させていただきました。そこに注意してですね、もう一度この文章を読んでいただきたいと思います。つまりそこに書いてあるのはですね、ガウマタ、メイジアンのマギ教徒のガウマタということになるわけです。そのガウマタをですね、マギ教徒に、まあ、身を移すわけですね。それを、まあ、裏切り行為と捉えてですね、ペトリ写真からは嫌われるわけですけども、まあ、それゆえにですね、まあ、それを理由にして、まあ、ダリウスはですね、まあ、そのガーマタをですね、バビロンから追い出した。がしかし、ガーマタは生き延びるわけですよね。そして、追い打ちを逃れてですね、現在のネパールのルンビに移ったということになるわけです。となるとですね、今までの考え方が全てひっくり返ってしまうわけというのはですね、もともとマギ教というのがあったわけです。で、そのマギ教をゾラスターが広めたので、ゾラスター教というようになったというのは、それはある地域では正しかったということになりますけれども、肝心のマギ教の大元に位置する人物がですね、つまりはストダーナ・ガウマタということになるということです。つまり、ガウマタの別名がですね、ゾラスターであり、ツァウストラであったということではなくて、そもそもマギ教、いわゆるメイジアンの中心点にいたのがですね、ガウマタ、すなわち私たちがブッダと呼んでいる、そのあのブッダの父親のストダーナ・ガウマタということになるということです。まあ、これでですね、ガウマタの位置がですね、はっきりしたということです。つまり、ゾラスター、あるいはザラスストラと比べてもですね、つまりはガウマタの方の名前がですね、上に出たということになります。抜きに出たということになります。つまり、このダリウスのこの部分をですね、別の角度から読むと、ガウマタこそがですね、マギ教の主催者であったということになるということになります。ですから、私の説がですね、また次へとつながっていくわけです。つまり、ブッダ二人説ということになります。つまり、ブッダと呼んでいる、私たちがブッダと呼んでいる父親のストダーナガウマタこそがですね、つまりは、まあ、仏教の柱であったということになるわけです。そしてそのストダーナ・ガウマタはですね、ネパールのルンビナあたりに逃げて、そこで人間の女性とのマヤンと結婚して、娘のシッダルタ・ゴータマ、ペルシャ名、セッダ・アルタ・ゴータマ、このセルタ・アルタという言葉も今の文章の中に出てきてますから注意してみてください。いわゆる宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、セッダ・アルタ、それが転じてですね、ネパールではシッダルタとなるわけです。を生んだということになります。つまり、ここでブッダ二人説がですね、さらに強固に補強されたということになります。まあそういう視点でね、この文章を読んでいただければ嬉しいです。